こんにちは、こんばんは。今日も86です。ずっとやりたかったんですけど、ずっと後回しになってたねことをやっていきたいと思います。ずっと動画見ていただいてる方は知ってるとは思うんですけど、まあノーマルのね 4AG を AE101 の4年スロットルを取り付けて4スロ化したわけですけど、その4スロ化計画の中でセッティングねしにくいんで、途中ねチャコールキャニスターを外してました。こいつになるわけなんですけど、本来ねつけとかないといけない部品で、86ね車検もあるんで、それに向けての整備ということで、こいつを取り付けて今からねセッティングが出るようにちょっと変えていこうかなと思ってます。でももともと純正はねここについてあって、燃料タンクからはここからつながって、こっちにねスロットル側に戻るっていう配管になります。その2つの配管がこの2つになります。チャコールキャニスターは、まあ、何をしてるかっていうと、私より、ね、詳しい方たくさんいるとは思うんですけど、燃料タンクで、まあ、蒸気になってガソリンを、まあ、スロットルに戻してあげる。大気開放して環境汚染するのではなくてね、スロットル側に戻して、まあ、吸い込ませてねエンジン内で使うっていうことが一つ。あとはね蒸気とか燃料タンクの圧が高まって、まあ、逃げ場がなかったらね配管の弱いところから溢れ出てパンク状態になってね燃料が吹き出るっていうことの防止ですね。そのためにこのチャコールキャニスターの中に化学物質が入ってて、環境汚染と言われるものはまあこんな中に溜まった状態で、まあ、ここからね圧力の調整をするっていう役割などがあります。私もねざっくりしか知らないんで、まあ、詳しいこと知りたい方はネットで調べてみてください。このチャコールキャニスターはねもうね廃盤品で新しいものが出ません。なのでもう一度ね取り外したものをねこいつにつけていきたいと思います。86のやつってでかいんで、なんか他車種でね流用できるものがあるらしいんですけど、今はねキャニスターに使うお金がないので、今回はねそのままね戻す形で使用していきます。話戻るんですけど、取り外した時になんで外したかっていうのは、まあ、セッティング出しにくいっていう理由、さっき言った理由ですね、それが一つと、もう一つはガソリンのね匂いがするっていう理由がありました。それはチャコールキャニスターが劣化してガソリンの匂いがするのか、もしくはここにね前クスコじゃなくてアマゾン激安のオイルキャッチタンクがねあったんですけど、そいつからガソリンのね匂いがするのかっていう切り分けができなかったんで、その時にねついでに外した状態でしたね。結局ねその時はオイルキャッチタンクのホースからねにじんで、まあ漏れてる感じやったんですけど、キャニスターはおそらく大丈夫かなっていうことで、今回ね使用できる状態であると判断してます。サクッと取り付けていきましょう。本当にキャニスターをここにカパッてもう差し込むだけ。あとはこのイン側とアウト側ね、 AE101 の今回ここめくらしてこいつにね入れていこうかなと考えてます。なんかねこれもねおそらく賛否両論あると思うんですよね。スロットルの手前に吸わせるのか、スロットルより後ろにね吸わせるのかっていうので、これでねまたねセッティングがね変わると思うんですよね。まあ目くらして使ってない配管がスロットルより後ろだから、スロットルよりエンジン側にしかないので、今回そちらにね入れていこうかなと考えてます。これでアイドリングが高すぎるとかそういうことになった場合にはね、スロットルより手前で配管戻せるようにちょっとね試行錯誤したいと思います。とりあえず今日はですねチャコールキャニスターを戻すということでねやっていきます。二輪車専用のデトナガレージから出てるガソリンホースです。1045円、内径40、外径80です。耐圧1メガパスカル、耐熱温度100度です。
本当はね車に使うものではないんですけど、今回別に圧力がね特別めちゃくちゃかかる部分じゃないので、全然二輪車用で大丈夫です。あの本車のねガソリン供給のホースにはね使えないですよ。二輪車専用は圧力が足りないんで全然ダメなんですけど、今回ねこれ圧の逃げる方のホース、キャニスターのホースにはね持ってこいかなと思うんで、こちらで対応していきたいと思います。前のね使ってるホースがあって、長さはね参考にできると思うんで、これと同じように切っていきます。まあ二重構造かな一応、うん、でも圧力には弱いホースみたいですね。大丈夫やと思うんですけど、一応ね圧力ねここで抜いてください。お結構あれだな、突き返しあったな。チャコールカニスター入ってないとこういう感じにね燃料タンクにある圧力がね吹き返されます。これがねついてたらチャコールカニスターから圧力逃げてくれてるんで、燃料は漏れずに圧力だけ抜いてくれるんで、今みたいにねシューってなるのは少ないです。チャコールカニスター取ってからガソリンスタンドに行くとブッシャーってなりますね。でそれがまあ有害物質出てるから環境汚染になるっていう話になるんで、チャコールキャニスターねぜひつけましょう。ホースねつけましょうか。さっきはいこんな感じですかね。まあここはね柔らかいんでこういう感じで曲げればいいかなと思います。もうちょっと、はいチャコールキャニスター取り付きました。内側、まあイン側とアウト側って言ったんですかね。でここにねついてます。4スロスロットルより後ろ乗りに行って、ちょっと空燃費とかアイドリングの回転数とか見てみましょうか。量濃い側に動くんじゃないかな。まあ一応まだ暖気なんで分かんないですけど、まあそんなにいつもと一緒ぐらいかなって感じですね。特に今漏れとかもなさそうかな。うん匂いも、うん、ガソリンの匂いはしないね。めちゃくちゃ時間かかりましたね。もうリセッティングどころじゃなかったですね。まだ全然ねそんな1週間1ヶ月乗ってないんで分かんないんですけど、燃料の残量かな、キャニスターから出てくる圧力の変化で空燃費がね結構グラグラって動く時があります。まあ、燃費もねキャニスターついてる方が燃費も上がるらしいです。それもあって今度レビューしたいと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。